カノンのシャンプー動画の前にまずこちらをご覧ください。リンクの場合、目を見開き、心臓のバクバクも止まらなかったため、これ以降はシャンプーをしておりません。モルモットはシャンプー必須な動物ではないため、長毛種以外の子は無理にする必要はありません。その代わり毎日ホットタオルで拭いてからドライシャンプーをしています。シャンプー自体ストレスがかかるため、日々のお手入れをきちんとやっておれば匂いもせず清潔に暮らしていけます。それではスタートです。今からカノンのシャンプーをしたいと思います。見てください、1ヶ月でもうこんなに毛が伸びちゃいました。ロングちゃんです。で、洗っていきたいと思います。入ってください。こちらの皮膚に優しいサラフワシャンプーっていうのを使ってます。ウサギさん、モルモット、フェレットなどの小動物用です。もうこのぐらいの量で十分泡立ちます。一生なくならないぐらい入ってますね。お尻が汚れているので、基本あんまり上の方は洗わないようにしてます。毎日ホットタオルで拭いてますので、やっぱりちょっと取りきれないお尻とお腹も洗っていきたいと思います。気持ちいいですか？ちょっと置いたしますね。汚れてきましたね。では流していきたいと思います。よし、カノンちゃんいい子やったね。行こうか。よいしょ。はい、はい、はい、お湯入れていきます。ちなみにお湯の温度は37度ぐらいにしています。行きましょうか。はいはい。おお、自分から来ました。はい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 。こちらがちょっと降りてもらっていいですか。はい、はい、行きまーす。はい、流していきます。はい、嫌ですね。はい、お股をちょっと重点的に洗っていきます。はい、お腹も洗ってください。そうですね。あ、気持ちいいですか？あ、はい、あ、嫌です。はい、はい、いいです。いいよ。あ、嫌やったね。よっしゃよっしゃ。はいはい。そしたらここに乗ってください。はい、うん、よいしょ。うん、